超人女子戦士ガリベンガー V 癒しの放課後トークだ。なんかすごかったなって圧倒されてたよ、よりは今回シロはね、うん、なんか驚いたのが、うんうん、やっぱりあの記憶喪失ガチな、うん、エトラちゃんが、うん、なんかウグイスショーの、ねね、思い出してたたしなんでいらっしゃったっていうのが、うん、非常に驚いた。そう、急に思い出したんだよね。あ、まだ覚えてた？よかった。いや、ギリギリ覚えてる、覚えてる、覚えてる聞きたい。あの本番中さ、なんかちょっとな流しって言ってたからさ、なんか本格的なの聞いてみたい。え、恥ずかしいな。じゃあ黙ります。じゃあ行くよ、うん、ちょっと待って、忘れちゃった。ちょっとやるやるやる。いいなんだけど、その間が。小峠英二は丸々党の代表候補です。丸々党丸い。めっちゃいい声。え、なんか本当になんかすごい綺麗、なんかスッて入ってくる声だよね。ほんと？はい、キノコ党のイオリンもやってみましょう。そう、イオリンはキノコ党の宣伝をしてね。わかった。しいたけはキノコ党の代表者です。いい声よ。ほんと？シロちゃんもやってみて。聞きたい。シロちゃんは白組の筆頭株主です。あ、すごい。なんかちょっとエッチ。そういうの好き？好き。素直だ。よりお姉さんのおねりんで攻めないと。うん、あら、坊や、しいたけいる？かわいい。わかんないよ。はい、ということで残り惜しいんですが、時間になりました。はい、それではまたね。またー。 YouTube のコメントで、そこの一言一句このままケツまでいただけると助かります。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。僕も毎日動画がアップされるのが本当に楽しみで、ガリベンガー V の YouTube 動画を見るのが毎日の生きがいになっています。皆様、僕からのお願いです。どうか高評価ボタンをクリックしてくれませんか。そしてチャンネル登録がまだの方は、この画面の右下にある僕の顔のアイコンを押して、一緒に感動を分かち合いませんか。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。はい。いいっすか？これ、バッチしていただきました。